こんにちは。今日も英語バージョンナルト24巻の中から英語を説明しますね。68ページ、君まろが言ってるセリフですね。ロックリーがすっかり酔いが冷めてしまいました。でその時君まろが言ったセリフというのは You put yourself together っていうふうに言ってるんですね。You っていうのは You have、 そして Put yourself together っていうのはしっかりするっていうふうに、いう英語の表現です。で、酔いが冷めたっていうふうに君まろが言ってるんですね。You've put yourself together です。英語の表現ですね。